<次>大津彩香が昨日の X での投稿で破産者に対する金を払いたくない特別広告が受理されたと大喜びなんです大津彩香は弁護士もこれは初めてのことだと言ってたと書いてますがまさか特別広告でひっくり返ることあるんですか特別広告というのは裁判所で例えたら高裁で負けて最高裁に上告して今まさに特別広告というのは最高裁なんですということは山は動くんですか お前、お前、さては、ああやってこやな。取りすぎですかどうなのさん手続き改新決定、あれやな、だから、許可されただから、まあ、まあ、受け付けられたよっていうだけの話やんな。うん。それだけのことや。ボーギングやってるよね、これね。受け付けたよっていうだけの話で、これからまあ、審理して、まあ、棄却でしょ。そんなもん。言ったら、高裁で棄却されてんのに、最高裁で、が受け付けるわけないやろ、普通に考えて。 受け付けて、取り上げるわけないやろ、こんなもんよこれで大喜びしてどうすね、こんなもん。うんまあ、スタートラインに一応立ったっていうだけの話やん,ん。うん。無理です。次。あ、なんかここの質問に一応スラスラと答えられるので、俺一応知識ついてんなっていう実感できるわ。<laughs> 次の質問。次の質問おもろいで、これ <laughs>。まさにうちでやる <laughs>。意味がある質問 <laughs>。YouTube で日本で一番嫌われてる女。 大津彩香がたくさん出てくるのですか本当に日本で一番嫌われてるのですかだとしたらなぜそんなに嫌われてるのでしょうか蓮舫より嫌われてますかいい質問ですね <laughs> YouTube で日本で一番嫌われてる女大津彩香がたくさん出てくるまあ、なぜたくさん出てくるのですかって言うよね。それはね俺が考えたんですよその言葉 <laughs> 何を隠そう私が提唱した概念なんですよそれは 本当に日本で一番嫌われているのですかだとしたらなぜそんなに嫌われているのでしょうか本当に日本で一番嫌われているのですかという問いなんですけど、これは明日あげる予定の動画で言っております。だからここは答えません、今は。明日の動画を楽しみにしてください。弟子と撮った動画で言ってますので。<laughs> まあ言ったらさ、まあそれ、ちょっと動画に入れ忘れたから今言ったことの昔のさ、アイドルのさ、キャッチコピーみたいなもんなんよ。なんかあんた、 国民の妹とかなんかあったやんそういうの。じゃ、死んじゃん。ね国民の妹とか言っててさ、で、そのアイドル街で会った時、君は国民の妹なんだろとか言ってさ、じゃあ僕の妹でもあるわけだよとか言って、じゃあお兄ちゃんと呼んでって言ったら気持ち悪いやろな間に受けんなって言われるやろや君は国民の妹だからって言ったから、だからお兄ちゃんと呼んでって言っただけですけど、で、警察呼ばれてもそんなん言ったからじゃ通じいいんやろそれと一緒なんだ。キャッ キャッチコピーキャッチコピーなのただの。だからそれで、そう、本当に一番嫌われてるのかとか、そういう、ええー、っていう、っていう話をしております。あ明日の動画で。うん。だとしたらなぜそんなに嫌われてるの極白人だからです。うん。やってることが極悪すぎるからです。うん。蓮舫より嫌われてますかある意味ね、うん。その辺のことも、 言ってるんやけど、明日の動画で。うん。人数じゃないのよね。っていう話なんですよ。そう、絶対的な人数の話じゃないんですよ。それ明日の動画、お楽しみにしてください。<laughs> まさかこんな質問が <laughs> あったと <laughs> もうめっちゃ俺に関係あるからね。うん、<laughs> 俺が作っちもたんですよ、それを。次。<laughs> 腐れけ<下>ど、<laughs> ま、腐れけどやと俺も思いますわ。<laughs> 次。<laughs> 家の近所に大津彩香 お金返してくださいというポスターがたくさん貼られているのですがなぜ大津彩香さんはお金を返さないのでしょうか泥棒したってことですかまあ正解やな <laughs> ほぼ正解やねなぜお金を返さないのでしょうか極悪だからですよ <laughs> なんとか自分のものにしたいなと思ってまあ正解やねうんま。まあまあまあ で、これは完全にさ、大津彩香さんのことを知らない人が書いてるっぽいや浸透してきてるっつうことやんねそう。知らない人にもさ、うん。んまあ、なんか、立花さんのやったこと正解やなと思うよね、ほんま。うん。マジで。うん。俺、マジであの、ポスタージャックのことをけしからん言ってるやつはアホやと思ってるんだほんまに。うん。なんか、物事をフラットに見れへん、バカやなと思ってるんで。うん。なんか別に、いい、いいもクソもないと思うねんけど、あれな。ルール内でやってんやから。 うん、なんいっぱい同じポスターいっぱい貼ったら何が悪いのか全然分からへんわ、俺。なんか、萌えキャラにもんきく言ってるフェミニストと同じやなと思ってるんで。ほんまに。回答を見てみましょうか。NHK 党の立花隆さんから国政政党を乗っ取ったんです。その国政政党には10億円の債務があります。その債務を返金をしないから国政政党でありながら破産したんです。だから党首である大津彩香さんに債務 債権、えー、者がお金を返してと言ってるんです。立花隆さんの YouTube を見ればすべてが分かります。恐ろしい女です。同情の余地はありません。完璧な回答ですね。完璧な回答です。手、う、地、ん、で敵意してーつ、英会を当主にしたんじゃないか。ほんまな、これをな、理由、いやなんか反論しの、反論の材料にしてくる、ああやって子いっぱいいるけどさ、もうバカじゃねえのと思うえ そらしたよ、そう。で、その、大津彩香っていう人間を信用してしまって、当主の座につけた立花さんは、それ責任はあるよ、そらな。そのことに関しては。あるし、あるけどさ、それです全ての責任があるってことないやろ。例えばさ、なんか、留守番頼んだ人間、これ、留守番は、ね、例えが違うとか言ってたバカもいたけどさ、もう、例え話としてさ、留守番頼んだ人間が、なんか全部泥棒して、 どっか逃げていきよったら、そんなもんさ、それ、留守番頼んだ人間ももちろん責任はあるけど、一番悪いのはその留守番頼まれて、泥棒したやつやろ、そんなもん。そういうことや、お前。なんでそのもう、なんか一言論にすんのかなと思う、もこいつらも。ああ、てこやろ、お前もな。あれか、ここに書いたら、てこき、いつてこきしてくれんのか ?10 秒間、こいてもらえる権利がもらえるのかお前は、こういう答えを書くと、な。さあ、次。 <laughs> もうなんか、質問が <laughs>、面白いね <laughs>。ポスタージャックには刑事前の問題提起を考えないバカがい。税金の戻すか。うんうん。それもそうやし、なんか、そもそも別に何が深いなんか、は全然分からんよ。うん。あ、うまいこと考えたなと思うけどな、俺やったら。うん。その手があったかと思うんだけどな。だからちょっと変わったことするとさ、けしからんっていうやつが多いからね。それだけのことやね。うん。 大津綾香のミンツク等も破産し黒川敦彦も逮捕されましたが立橘隆の言うことはいつも当たるのはなぜでしょうか立橘隆は世の中の動きを読むのが上手すぎではないですかそうなの <laughs> これはちょっとよく言いすぎじゃないよくわかりませんけど うん、回答を見てみようか。それは YouTube で発信しまくってたら当たる時もあるし、外す時もある。まあ、それはそうかなと思うね。うん。さそうっていう意見もあるし、そんなことはないっていう意見もある。立花さんめっちゃして、なんからそもそもさ、その、大津彩香を当主にしたのは失敗やもんな。 完全な。うん。だから全部が当たってるわけではないよね。うん。でもまあ、策略で二人、だから単調な話でさ、もう何をやってでも国会議員を二人出したのは大したもんや思うんだけどね。うん。だから、あえて、あやたにはそんなことできんもんね。 綾丹およびあえてコレンにはそんなことできひんからな。なんぼ言ってもさ。そもそも辞める段階で当たり前の切りも果たせない人間が新しい方で成功するはずがない。ということ、この綾丹のこと。まっちゃんの件も当たるといいですね。出雲オを連れてきたときも党の支持者に怒られてた。立、う、花、ん、さんを支持している方が、支持している方がしっかりだからだよ。当てているわけじゃない。まあでも、フラットに見て、NHK 党の支持者とあえてコレンではもう。 ちょっと、人間の質が違うなと思いますよね。うん、別にその。って言ったら、俺も N 国信者って言われるのかなまあ、勝手に思っときゃいいけどさ。あなたがなぜそう感じるのかは定か、定だから、立花さんが動画で99.0まで断言したときに限って、高い確率で外れるように思います。まあ、外れるときもあるわな。自分で巻いた種を回収してるだけです。逮捕予想される方は結構今、だからあれはま、逮捕されるんちゃうかって思うし、当たったから、 それこそどうということはないよね。当たったからといってどうということはないやわな。うん。次。いつものぼんやりした質問より芯を食ってていいわ。ほんまはいつもわけわからん質問ばかり来てるからな。うん。はっきりしてていいよね。